はい、では続きをやっていきますと、ちょっと今飲み物を飲みまして、ちょっと喉が復活しましたとかね、まあどうでもいいんですが、クライアントオーダーで、ザウダンをやってたんだけど、余裕だろうとか思ったけど、意外と時間がかかるようで、ガンスラッシュ、ちょっとどうしようかな。これは、まあ今度やっとくとして、ちょっと先に新しいクエスト行っちゃおうと思います。ということで、何をしたいのかな。まあね、新しいクエスト行ったら意外とガロンコとかが雑魚キャラみたいな感じで出てくるかもしれないし、何か用って、ブラスターとクリッパー預けて、ストライカー、トリビュート、ドボーブ、防具は、特に変更しない感じでいいか。で、武器、クエストに行く前に、実はこの前失敗しそうになっちゃったんだけど、ここにね、新しいイベントがあったんですよ。で、その録画してない時にそのイベントが始まっちゃって、すっごい焦ったっていう。オンラインはね、ちょっとロードしてやり直しみたいなのがないので、イベントごととか一回出たらもう見れないっていう。シオンさん、シオンさんイベントがね、怖いから先に見といちゃおう。まだ私も全部見てないんだけど、あなたに伝えるべきことがある。それは一つの揺らぎである。ちょっとね、久しぶりすぎて銀河が収束を見せている。忘れちゃった人もいるかもしれない。一つの事象を生み出しつつある。その手でつかめるほどに。それはおそらく運命という概念への冒涜だ。しかしそれこそが私と私たちが渇望し絶望したことである。私は謝罪する。いまいち何言ってるか分かんない。曖昧な言葉ではあなたたちに伝わりがたいことを理解せず失念していた。思考を修正し伝える。これは私からあなたたちへの依頼である。お、依頼。惑星ナベリウスに向かってほしい。お、理由は答えない。答えられない。答えはあなたの未来にのみ存在する。なんてミステリアスなんだ。私は観測するのみ、観測しかできない。まあ、見守るしかできないってこと。ストーリークエスト、ずっと明日を待っていたが解放された。おお、
ストーリークエストができるようになったんだ。危ない、これを録画せずに見てしまうところだった。アンディ、なんか新しい人が、シオンさん消えちゃったし、アークスがいるから俺たちはこうしてのんびり暮らせるんだよな。感謝しても足りないぜ。まだ普通の人だった。どんなコーディネートにしますか？ちょっと覗かせてください。これは違う色とか、お、違う色売ってるかと思ったけど売ってないですね。あ、なんかこれかっこいいな。またいらっしゃってくださいね。ちょっと露出度を上げてみようか。1500円で、どんなコーディネートにしますか？ちょっと露出度を上げてみます。これね。ありがとうございます。またいらっしゃってくださいね。よし、じゃあ早速装備してみよう。こっちじゃなかった。よし、じゃあ新しいクエスト、どのクエストにしますか？ストーリークエストが解放されました。を選べる。でもその前にこっちからやろう。おお、ついに新しいクエストです。よろしくお願いします。ガーフィンに話しかけたらアイテムもらえる。最高だな。お、相棒、いいタイミングだぜ。ちょうど渡したいものがあったんだよ。やった、シンセサイザー。またな。仲良くなるとこうやってアイテムをくれるんです。お、こんなくれるんだ。お、シンセサイザー、いつまでくれるんだろうこれ。またな。もう一回くれる。あ、もう一回くれる。まさか依頼を一緒に達成した回数分ぐらいくれるのかな。最高だな。あ、そうっぽい。またな。ちょっとキリがなさそうだ。ということはマールーもなんかくれるのかな。こんにちは、面白いわね。お、おお。それじゃあね。プレゼントもらっちゃった。ま、クエスト行きましょうか。その前にコスチュームを変えて。おお、すごいかっこいい女になった。
ワンポイント、いつもらったんだこれ。まあいいか。でどうしようかな。ちなみにこんな感じです。全然なんか顔と似合ってない。まあいいか。とりあえず怖いんで仲間を連れて、よろしく、よし出発だ。いやー、初めてのクエスト。マップは一緒。状態異常。状態異常バーンですと、一定時間体が燃え続け、定期的にダメージを受ける。フリーズショック、ポイズンなど様々な状態異常がある。ソルアトマイザーで治るよ。なるほど。確かラッピーを逃がしちゃいけないとかだったような。こっちから行こうか。お、新しい敵がいる。おお、なんか新しい敵がいるとテンションが上がる。何を落とした？あ、これがアギニスか。あ、これがアギニスなんだ。なんかもっと虫っぽいのを想像してた。そしてあれ、フォンガルフ、フォンガルフじゃん。これじゃない、レベル7フォンガルフだ。マターボードの、条件になってた。よし、倒した。ちょっとこっちに行ってみよう。多分マップこれで終わりじゃないと思うけどね。奥にマップがありそうな。お、暗くなった。何が起こる？え、どれどれどれ。こいつか。こいつを倒したらクエストが終わっちゃうけど、ちょっと待機しよう。これあれ？クエスト終わらないの？いっぱい出てくんのかな。お天気注意報、雷雨にご注意。コロコロ言ってて雨が降ってきたら落雷に気をつけてくださいね。なるほど。あ、奥があるな、まだ。こっちから行こう。おー、なんかいっぱいいる。ダーン、ダーン、ダーン、ダーン。そろそろ PP がなくなる。痛いじゃないか。
いじゃないかって何も比べない。これで今日のミユさんはセクシーガールだぜ。どうでもいいぜ。やっぱ服装変わると気分が変わっていいな。お、マターボードの条件。条件。よっしゃー。順調だな。もっと早く来ればよかったね。しかも原生生物ばっか出るし、こっちの方が全然良かったな。出てきた。お、アケニス。これで。これであのシフタドリンクだっけ。もう達成できそうだし。行き止まりかな。ここいつもスタート地点になるところだ。しばらくあれだな、このクエスト何回かやりそうだな。よし。こっちか。すげえな、おい、目にも止まらない早業って感じだな。モニターでリピート再生したのかい。あ、違う、するって言ったのか。モニターでリピート再生しながら待ってるぜ。そうか、あいつアギニフ、アギニフ、アギニス退治だったな。そういえばもう一個道が分岐してたような気がした。なぜ？痛い痛い痛い。肉体派をなめんなよ。すごいな、ここすごい原生生物いっぱい出る。あ、ここだ。これは結構時間がかかりますね。
っぱい出た。もう20分経った。OK。よし、じゃあ、あとは先に進むだけだ。カウボーイ、カウガールか。カウガールミユが行く。どんどん行こう。うわ、ダブルラッピーが出た場所。いつものやつとは雰囲気が違うぞっていうのは、この赤いやつのことでいいのかな。もうレベル上がった。よし、ちょっとシカトしてこっち。お、この前のクエストとは違ってシングルパーティーエリアというところに行きます。戦闘不能について説明します。キャラクターのヒットポイントがゼロになると戦闘不能で行動できなくなる。戦闘不能になった場合は表示されているメニューから再開方法を選択したり、特別な場合を除き仲間の助けを待つことができる。チャットはできるんだね。で、生存しているパーティーメンバーがムーンアトマイザーといった復活アイテムなどを使用することで、戦闘不能となったキャラクターを復活させられます。またスケープドールを所持していればその場で復活することができます。パートナーキャラクターについては戦闘不能となっても一定時間経過後に自動で復活するため、復活アイテムなどを使用する必要は必ずしもありません。やっぱ仲間は自動で復活するみたいだね。キングダムハーツみたい。ドナルドとグーフィーは無敵だから、死んでも何回でも蘇るっていう。いやー、スケープドール持っときたいな。ソロプレイするならでもお金かかるしな。というか死んじゃってもあんまり関係ないしな。いいか、持たなくて。お、あれ初めてのイベントじゃないかなこれ。アークスがいること。ご同輩か。最近はナベリウスに来るアークスも増えてきているんだな。この前のな、うん、見たやつだったね。お、いっぱい出てきた。だ。これです。これです。お、 PP がなくなる。
り。あれ、終わってない。今回アイテムがすごい拾ったからアイテム整理が大変そうだ。安全だ。イエーイ。なんかウエスタンハットとこの黒っぽい格好がちょっと FF のビビを思い出させる。でも今は目標達成、お疲れ様でした。ラッピーが先決。そのまま時間してください。コンプリート。これ場合によってはというかコースだと結構大変だったな。まあなんかすごい甘い感じだったからクエストクリアできたけど。ということは途中で出てきたいつもの倍かわいいラッピーはたまたま出てきただけ。ああ終わった。結構かかったな。お前すっげえんだな。マターの捜索終わってコフィーに新しいクライアントオーダーが出た模様です。今度これだな。よし、じゃあ今回はここで切ります。ではでは。